地下いるっぽいから気をつけてもらおう。さあとりあえずは大丈夫そうかなと思ってはいるんやけど、センターまだおるかい。ツーヘッショーでかいよこら。スリー、はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もやっていきましょう、新作のコールオブデューティーブラックオプス6のベータ、ガンガン行くぜってことで今回使っていこうと思ってるロードアウト、そうカスタムクラスの紹介していきましょう。まずはメイン武器からスナイパーライフルのこちら LR7.62 の予約購入特典であるこの設計図ブレインストーム使っていこうと思うんですけども、アタッチメント5個ついてますね。でパラメーターを見ていただけたら分かる通りしっかりと上がってるということで、これ詳しいアタッチメントどういうのがついてるのか見ることできるのかな。ガンスミス、あ見れるわ、しっかり見ていこうぜ。強化バレルついてて、精密ハンドガードついてて、さらにさらに拡張マガジン2、ほうなるほどね、1とかもあんねや、おもろ。でグリップにはL5 のミックグリップついてて、エイム速度上がんの熱いねこれ。でストックにはこちらインフィルトレーターストック、ほえー、なるほど、エイム自動速度が上がると。このブレインストームに元からついてるのはこんな感じのアタッチメント構成と、ほんでサブにはですね、このまずワイルドカードにオーバーキル入れてるんで、サブにもねメイン武器のサブマシンガンジャッカル PDW のこちらもね予約特典設計図入れていこうと思います。アタッチメント軽く見ていこうか、こんな感じらしいわ。見た目結構かっこいいね、紫色に光り輝いてて。そして近接武器はナイフ入れて、タクティカルはスティムショット、リーサルはセムテックス、フィールドアップグレードアサルトパックになってるが、どうしようかな、ちょっとトロフィーシステムでいきましょうか。でパーク1ゴースト、パーク2デクスタリティ、パーク3スポンサーのカスタムクラスロードアウトでやっていきたいと思います。ということで今後もですね、ハセシンのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿やライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と良ければですね、グッドボタン、高評価、ポチッとワンタッチよろしくお願いいたします。それでは早速マッチ検索していきましょう。コアモシピットレッツゴー、 LR7.62 スナイパーライフルレッツゴー。ということで皆さん見てください、これっすよ、めちゃくちゃかっこいいでしょ。さあちょっとスナイパーライフルらしい立ち回りで活かしてもらおうかなと思ってますけども、これがまた結構いいところ抑えに来るんちゃうからと敵も思ってるけど、めっちゃうまいなおい、すごいうまさやなそれは。さあ一発かまさせてもらうぞ、やられたやり返すしかねえよな。さあやられたままで黙ってるわけにいかねえ、おっと行き止まりでしたわ。さあ右サイド上がってるでしょだよな、まだ来るんじゃないか、後方支援で行かしてもらおうか。さあどうだい、おっとなんか味方のマークが出てなかったか、今気のせいか、ミニマップ見たけどワンチャン俺一人なんちゃうかな思ってもうたわ、ちょっと心細かったが味方はしっかりいますよと。さあアンテナ上からスナイパーライフルらしい立ち回りでしていきましょう、抑え込んで、いやでも敵も張ってんなしっかり、やっぱりここスナイパーライフルと相性がいいから。オーケー、まあでもこの高台を抑え込んでいきたいところでありますね。さあまだ来るだろう、俺の予想まだ来ると思うな。どうだ、ちょっと待てよ、どうだ、一旦カットしたがだよな、まあしゃあないなこれは。オッケー、パルスのスカウト出すぜ、スカウトパルスが逆やったな。さあここからよ、ここ来そうやな、おっとちょうどいい感じに引くかい、カットしていく、ちょっと丁寧に行こう、ちょっと待ってグレカ来てる、オッケートロフィー抱いて後ろいるからカットして、ちょっとカバー間に合わなかった申し訳ない、もうちょっとこのポジションを陣取らさせてもらおうか、もう少し点下げたいよね。さあサブに持ち替えてナイスカバー、いいね、そろそろ左サイド上がっていくのも結構ありかもしれんけど、まだこのポイント、いやーさすがに難しいな、ちょっとあれだな、構えてる時に打たれたら結構跳ね上がるんで、そこの癖を掴んでいきたいって感じではある。さあ左サイド上がってきてるねこれ、ちょっと待てよ、一旦サブで切り替えていこう、これは一旦冷静にカットで再び高台に戻ってくる、敵も敵でここ押さえてきてるんで SR 対決になりそうな予感ですね。ちょっと上がってみようか、右サイド多分来るなこれ、俺の感覚、味方に任せようか、ここのヘッドライン押さえていくぜ、右サイドセンター右押さえるよ俺が、いや任せたか、味方に任せた方がいいか、ここのポジション結構強いな、頭出しここ悪くないね、そこら辺にいるっぽいんですが、
そうなってきたらまずいからカットしてドッグやるね。いいグリーンと投げてくるな。一回ちょっと待て待て、一回クソ近いから、一旦クソ近いからカットしておいて、裏大丈夫ね。パルス出すよ。一回右ロングからぐるーりと失礼しようかなと思いますね。さあでも一撃必殺、やっぱスナイパーライフルの強み、強み、強み。おお、気をつけて出していくよ。胸以上当てたら、まあ、胴体か、胴体を捉えることさえできたらかなりワンショットワンキルには近づくということで捉えていくわ。任せてほしい。右サイド上がりいいね。俺も一緒に行くわ。実際にも来てるな、上っぽいな。グレネード投げられてるので一旦ここは下から入らせてもらおう。で下から入ってこれ顔を出して1枚2枚でスナイパーライフに切り替えの、ちょっと無理があるか、一回下がるか。ここは冷静に行こう。でもう一個回ってパルススカウト、スカウトパルス出しといて、一回ちょっと俺が上がらせてもろて、ここも上がらせてもろてよろしいですか。で裏から来るんじゃない、後ろ追って、そういう感じじゃないとなれブー。いいね、オムニムーブメントで後ろ下がって、いや当てるむずいな。当たったと思ったけど当てれてはなかったみたいです。左サイド絶対上がってくる、これ来るだろ、そこいるんだろ、カットしていく。よー、奥流れてるね、奥流れてるね。ってことはだ、カットしてまだこっち来るでしょ。一回 UAV 出して味方のアシストしてあげよう。これぞ後方支援。そう、スナイパーライフルの立ち回り、いいね。でトロフィーシステムも置いといて、さらに冷静に左サイドのケアに入る。近いルっぽいが気をつけてもらおう。さあとりあえずは大丈夫そうかなと思ってはいるんやけど、センターまだおるかい。ツーヘッショー、でかいよ。ここら3、4、まだいっちゃおうか。ここで大胆に体出していくっていう一撃必殺、さすがですわスナイパーライフル。ボルトアクションいいね。こう味方が危ね、おっと危ない、ギリギリ耐えたような。今のはヘリ出しようか。ここでウォッチドッグヘリガチャ熱いよ。いやいいね、かっこいいわスナイパーライフル。やっぱり銃声、うわー銃声もいいですし、マジで最高よ。あー行ってこいヘリ、頼むぜ。おっとやっぱ当てんのはちょっと難しいけどね、癖があって。まあでもこれも慣れですわ。やはり右サイド大丈夫かな。このアンテナポジがやっぱスナイパーライフルとの相性めちゃくちゃいいんで、ここは常に陣取っていきたいところであるね。味方のスナイパー、味方にスナイパーがいたらここ取ってもらう、マジおすすめではあるね。超いいポジションだわここ。さあちょっと一回上がってみようか、大胆に。あと少しよ、頑張ろうぜ、勝てるぞ俺ら。ちょっとこちらから失礼させていただきたいが、ナイスカット、いいね。けどまだいるな。ちょっとインファイト持ち替えていった方がいいんだが、本来はうわー、やっぱ撃たれたらめっちゃ跳ね上がるわこれ。皆さん使うとき注意っす。でも勝ちは目の前だ、ラスト1キル、誰が決める、ナイス。ということで皆さん無事勝利、100対77。さあ何キルだ、26キル8です。キルで 3.25、 いい感じでチームに貢献できたんじゃないでしょうか。ベストプレー、まさかの果て死。さあ見てください、これさっきの4連続キルか、1枚ヘッドショット、これスナイパーライフルでベストプレー取るのなかなか熱いぞ。2ヘッドショット、いやでもこの4キルマジで使ったな。3からの4、ぜひ皆さんグッドボタン高評価よろしくお願いします。ガチで熱い、いいわスナイパーライフル最高です。ちなみにこのマップとの相性めっちゃいい、熱いねブラックオプス6おもろすぎ。さあということで一旦戻らさせてもらおうか。アタッチメントも出てるね、武器レベルもガンガン上がってきたんちゃいます。おーいいですな。改めてスコアは2645でございましたと。一旦じゃあ抜けてと、今回はスナイパーライフルを使ってプレイしてみました。少しでもねナイスプレイと思っていただけたらグッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですねマジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチポチッとしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価でございます。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。